朝起きた、寝坊した、急いで着替えて出かけなきゃ。駅着いた、定期がない、ついでに財布も見当たらない。急いで家帰る、間違いなく遅刻。友達に携帯で連絡取ろうと思ったら電池が切れてて動かない。終わった、大切な約束なのに終わったなんて言い訳をしよう。なんとか急いで電話で連絡しないと友達帰る。公衆電話を探して見つけて財布を開くと小銭がない。近くの売店向かってお札を崩して小銭を作ってきたのはいいけど、携帯番号友達のなんか覚えてるわけがない。終わった、大切な約束なのに終わったなんて言い訳をしよう。待ち合わせ場所着いた、なんだか人で溢れている。友達を探してもやっぱり見つかる気がしない。コンビニ立ち寄って充電器を買った。携帯に差し込んでメールを確認してみたら給与ができたので行けない。